長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいやー大変でしたね一 <laughs> ヶ月以上にわたって統一地方選前半戦と後半戦がありましたけれどもだいたいその勝敗がすべて出揃いましたえっとですね東京区議会議員選挙に関しては一部の選挙が 月曜日の朝からの開票っていうのもありましたんでねまだわからないっていうのもありましたけれどもこの YouTube が流れる火曜日に関してはもう全ての情報が整ってるということですねやりましたいや本日のテーマはこちら偉人足音でございます大阪以外でも大正へということで本当に皆さんどうもありがとうございましたいやーすごかったですね強,強烈でしたねめちゃめちゃに勝ちましたね 僕も驚きました正直言って例えば、えー、ダブルクロス戦が行われた4月7日のいわゆる前半戦統一地方戦の前半戦に関しては大阪を中心に関西圏はもちろん勝ったかなという感じだったんですけれどもそれ以外のすべての場所の県議選府議選で、えー 惨敗をしましたしなかなかやはり大阪しかないかななんていうような、ね、声もあったんですけれども後半戦の21日に関してはですねまず、えー、大阪振り返ってみましょう大阪、こちら、ねはいえー、大阪府内の市議選圧勝ということで普段は維新に対して非常に厳しいコメントを連発しているあの毎日新聞ですらご覧のように大阪府内17市議選のうち 16の市議選でトップ当選、なんと、公認した68人のうち67人が当選したって、1人しか落ちてないじゃないかだ、誰が逆に1人だっていうね、話もありますけれども、いや、もう前半戦の勢いそのままにという感じなんでしょうけれども、えー、強かったです、もう大阪では圧倒的にやはり維新強かったじゃあ、のところなんですけど、えー、そのお隣の兵庫がこちら、ね、はい兵庫。 維新が兵庫で勢力拡大大阪の勢い取り込み県内市議選18人中17人当選ここでもだから一人誰なんだって話もあるんですけれどそれは置いといて18分の17が兵庫の市議会議員選挙で真っ勝っていったっていうこともうもうじゃあやっぱり大阪の隣ねうん強かったんだなちなみに京都 森夏江支部長が収、えー、めてる京都ですけれども、京都も4人出して4人全部当選してますからの、むちゃくちゃ強かったんですよ。じゃあ関西圏以外どうだったんですかって。ね。えー、関西圏以外の、えー、こちら東京の結果がこちらです。はい。柳瀬博文さんトップに東京維新、めためた頑張りました。なんと19人出馬して14人当選してます。これは、 すごいいと思いませんか東京維新でですよあの東京に住んでらっしゃる方は皆さんご存知でしょうけれども風は全く吹いてませんでした。っていうか、え、堺って何みたいなへ大阪でなんかやってんだふんみたいな感じだったと思うんですけれどもすごかったです、もうねこれは維新の旋風緑の旋風という状況が巻き起こっていたのかなというふうに思うんですが。 その原点となったものを今日は少しだけお話ししようと思うんですね。と言いますのももうフェイスブックやツイッターなどでご覧になっている方はご存知でしょうけれども僕は相変わらずですね週の後半はもう全部大阪にいましたし週の前半は東京でとにかくもう仕事の合間縫って動けるところ全部動きましたで徹底的に候補者たちの応援に入ったんですが入った候補者に関しては僕が応援に入った候補者はこういう状況ですから言うまでもなく全員当選しています。 で印象深かったのがお二人、一人が世田谷区議選に出た冷島さん、比江島進さん、えー、なんですけれどもあの、大阪では風が起きたなんていうふうに言われるんですよね、これ、バカなね、何にも取材してないメディアが、大阪では維新の風がとか言ってるんですよ、でも失礼な話でね、違うんだって話を、だから大阪が風で当選したんだったら、東京、どういう説明するんだって話ですよ。 これ、比江島進さんなんですけれどもね、実は2年ほど前に、東京都議会議員選挙に出てます。で、東京都議会議員選挙で惨敗を喫してます。その惨敗を喫した翌日からですよ、比江島さんはね、はい、ご覧ください。毎日、毎日、雨の日も風の日も、こちらご覧ください。冬ですね、これ冬になってます。はい。冬はジャンパーを着ながら、 誰も周りにいないから、一人でマイクセット、ヘッドセットつけてですよ、ね、ビラ配り、チラシ配り、懸命にやり続けました。2年間ですよ。毎日やってましたよ。東京維新で断トツの活動量でした。もう誰がどう見ても、もう一点の日もなく、比江島が一番頑張ってたっていうぐらい、比江島進むが、頑張りました。なんと、あの激戦区、超激戦区、 世田谷で上から11位当選ですよ立派だと思いません比島さんに拍手これはすごいことですよ世田谷で維新の新人が11位当選って聞いたことないわメタメタ通りましたよ !6000 秒以上通りましたよ圧勝っすよ、これいや、汗かいたんすよ、彼はもう一人紹介したいのが、 この方方方綺綺麗麗ななででしょうな方です元ディズニーランドでですね、えー、トップダンサーとしてむちゃくちゃ人気のあるダンサーとしてもう追っかけもむちゃくちゃ多い人なんですけれどもねやってた荒、えー、井美桜さんという人なんですけれどもねこれねちょっとご覧いただきたいんですけれども昔維新の、ね、大阪2区で当選した、あのー、市木、えー、田本さん支部長も、まあ、応援に駆けつけていますけどこれバック見てほしいんでですね夜夜しょう夜なんですよ。 僕新井美緒さんが舞浜駅で駅頭、あのディズニーランドのある舞浜駅で駅頭活動をします。って言うんで、わかりました。何時に行ったらいいですか。五時半からやってます。間に合わないわけですよ。始発が。ちょえっと思って、いや、そんな時間に人来てますって,って。場所取りで一番いい場所を抑えたいんです。僕はだから、六時前ぐらいに、五時五十分ぐらいに行きましたよ。の行ったらですね。 やっぱりもう駅の目の前の一番いいとこちゃんと撮ってるわけですで彼女は5時半から立って昼間は手配りでビラを配って夜12時まで同じ場所に駅立ってるわけ朝の5時台から12時まで立ってるわけです昼間はポスティングしながらビラ配りながらで僕は一番最初に彼女の応援に入ったのが 選挙が始まる3日前なんですけれども選挙が始まる3日前の段階で「ビラ結構配れましたかはい実は」って言って選挙期間で1週間ぐらいあるじゃないですかその選挙が始まる1週間前の段階で1人で7,000枚配りましたって言ってるわけです。これね立派な数字ですよ。7,000枚って皆さん一度やってみてください。 選挙のビラななんてててまあ誰もも配ってあのもらっらくれないです僕むちゃくちゃビラ配るの得意ですけれどもそれでもそうですね100枚配るのにやっぱり1時間今日はかかりますよ普通の駅だといや100枚1日配るのって普通の人そんな簡単じゃないです100枚配って70日彼女は一人でやってる大阪はたくさんの仲間と一緒にバーッと同じような活動をやるんですね 朝の7時から駅頭とからとやってますやっぱり比江島さんも2年間新井さんも朝5時半からもともと彼女はトップアスリートですから世界のダンスステージで踊ってた人ですから体力はむちゃくちゃあるんですよむちゃくちゃあるんですけどそれ以前に東京維新であったり関東の維新もね全く風がない中新井美代さん10位当選ですよすごくないですか新人ですよ。 10位で当選してるんですよ、浦安市議会議員選。これはね、維新の旋風だなんていうふうにね、あの、バカな分かってないメディアが書いてましたけど、違います。風邪ではないです。努力です。汗かいた分しか、やっぱり票って積み上がらないんだと痛感しました。本当に頑張って、吐きそうなぐらい努力した人は、みんな確実に当選しました。とにかく、組織もないんだから、金もないんだから、 人脈もなないいんんだだかからら着してないんだからその分汗かこうよその大号令のもとにっよく頑張ったんだと思いますだからフェイスブックとかツイッター見てる人たちがよく「長谷川さんって3人いるんじゃないか」っていう「もうあなたどこどこ行ってんですか?」どっからどこまで行ってんですか?」って言われるんですけど行きますよ候補者の皆さんこんなに頑張ってるんですから僕一番頑張んなきゃ話になんないじゃないですかそりゃ福岡だろうが京都だろうが大阪だろうが堺だろうが。 ああもう千葉だだろろうううがが東京だろうがどこでももも行行きききまますすよそゃ僕も頑張んなもう心の底から僕自身もね力をもらったというかこんなに頑張ってる人たちが結果出したんだから僕もやんなきゃいけないななんていうふうに思った素晴らしい維新の圧勝劇でしたさあその維新の圧勝劇がどういう状態をもたらしてそしてそれはどう分析すべきかっていうちょっとニュースキャスター的な目線はこの次の話でしたいと思います。 一旦今日はこの辺で長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私、長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みます。お楽しみに